丈夫よ。嫌だよ。おい、休むことなく鋼の爪を大地へ刻みながら夜の森を駆け抜ける巨大な鉄の塊。激しい振動と轟音が容赦なく子供たちを前へ前へと運んでいく。そう、彼らはこの城のように巨大で荒々しい戦車の中にいた。もうすぐ敵が見えてくるはずよ。気をつけて。よし。化け物か。何なのだ。はい。ああ。敵と遭遇したようね。でも大丈夫よ。私があなたたちに創設者タラニスでの戦い方を教えてあげるわ。その戦車の力を信じて戦うのよ。僕たちは負けない。負けない。
完璧な作戦だったのです。よく戦ったわね。おめでとう。あなたたちならやれるわ。頑張って。ラジオの声は勝利と祝福を子供たちに与えてくれたが、これからの不安がどうしても頭をよぎり、勝利の余韻に浸れそうもなかった。行くのです子供たちは緊張の糸が切れたようにはどろんでいく。どうしてこんなことになってしまったのだろうと思いを巡らせながら。
ッサー逃げるまで山の洞窟へ。これねいいな。わからないのですよ。ちくしょう。はあ。じいじい、ばあば。よし、やられてたまるか。いけお、ちくしょう。攻撃の準備を。
素晴らしいのです。いくよメイ。諦めないぞ。やられてたまるか。諦めるのだ。じいじ、ばあば。かかってこいよ。行こう。攻撃だ。崩壊するぞ。行くぞ。終わりだ。投降しろ。このままではみんな死んでしまう。みんなの命を救えるのはあなたしかいない。あなたの魂をみんなに捧げて。僕は長男だから。ん？やれやれ。はい。怖いよ。僕は長男だから。ですよ。お兄ちゃん大変。ねえ、
体。引け。いいな。ねえねえ。誰かがキャノンのエネルギーになったのね。その戦車の手法、ソウルキャノンにはどんな敵をも打ち砕く力がある。ただそれを撃つには人の生体エネルギーが、一人の人間の命が必要なの。ソウルキャノンが発射されたということは、誰かがそのエネルギーとなり消えたのでしょう。あなたたちの悲しみはよくわかるけど、私はあなたたちを見守ることしかできない。消えていった人の意志を継いで、あなたたちが目的を果たせるよう、できる限り力になることを約束する。お兄ちゃん。子供たちはラジオから聞こえてくる言葉の意味を全て理解することはできなかった。しかし一つだけ理解せざるを得ないことがあった。大切な人が一人いなくなってしまった。ただそのことだけは。それから子供たちは意気消沈したまま先へ進んだ。しかしベルマン帝国軍はそのような事情など気に留めるはずもなく、ダラニスを発見した部隊に攻撃を受けてしまう。総員前進なのです。さあみんな戦うのよ。
やはりあの力を使うにはまだ早かった。あの子たちの命の使い方を私は誤った。目の前の戦いに勝つことは重要だけど、私たちの最終目的はその先にあるはず。今度はあの子たちを正しく導かなければ。僕は長男だから。元気？任せて。どうだ。よし。よし。どうだ。
調子はどうだ。どうした？何なのです？僕は長男だから。そうね。うん。やれやれ。調子はどうなのです？調子はどう？やあ。やれやれ。なるほど。は？そうなの？何？なんだよ。くそ。
諦めないぞ。やられてたまるか。諦めるのだ。じいじ、かかってこいよ。行こう。攻撃だ。どうしよう。崩壊するぞ。行くぞ。
連れ去られた村のみんなを助けるため戦車に乗って戦う。それは同時にベルマン帝国軍の人間を倒し殺すことになるのだと子供たちは気づかされた。今回はあなたたちの力でうまく勝てたようね。本当によく頑張ったわ。あなたたちがこの先目的を果たすためにはこれからも敵を倒していかなければいけない。でなければあなたたちが、そして囚われたあなたたちの大切な人が死んでしまうでしょう。子供たちはラジオからの声に現実を突きつけられ思い思いを覚悟した。もうこれは戦争なのだと。その戦車にはどんな敵をも打ち砕く強力な兵器ソウルキャノンが備えられているわ。ただそれを撃つには人の生体エネルギーが、一人の人間の命が必要なの。そんな、使わずに済むならばそれが一番いいけれど、どうしてもみんなを救うために必要な場合があればその時は迷わないで。悔やむこともあるかもしれないけれど、迷えば悔やむこともできずみんなが死んでしまう。そんな結末にならないようにできる限り力になると約束するわ。子供たちはラジオから聞こえてくる言葉の意味を全て理解することはできなかったが、これだけは分かった。自分たちが迷えばみんなが死んでしまう。その現実がずしりと重くのしかかってくるのを子供たちは感じずにいられなかった。なるほど。